NCC、 NCC 長崎文化放送杯5日間シリーズのファイナルカード第12レース優勝戦が始まりました。さあ、ビバ大村、ビバ優勝、歓喜のゴールを飾るのは果たして誰でしょうか。第12レース優勝戦、1号艇は福岡斉藤仁、2号艇群馬よろず正次、3号艇福岡国崎義春、4号艇岡山大加瀬雅人、5号艇神奈川寺本重信、6号艇は佐賀長溝和樹、以上6選手によって争われます。いち早く引いたのが6号艇の長溝。スタート展示では内寄りへ動きも見せましたが、レース本番確定が定番通りで 1,2,3 そして4,5,6 枠なり3対3に分かれていくようです。高枠1号艇をゲット。1号艇は斉藤仁がインコース1コース、実に9年8ヶ月ぶりに出走した大村、見事にこの優勝戦ポールポジションを支柱です。そして2コースは近況好調、これで5場所連続演出は2号艇のよろず正次、3コース進入は3号艇の国崎義治、国崎とは登録番号連番で同期の4号艇の大加瀬は角へ引っ張りました。4コースアウトコースは5号艇の寺本、そして6コース6号艇長溝で優勝戦1番2番3番4番5番6番スタートしていきました。中入り込みのスタートになりました。6コース6号艇出していきますが、5番6番しぶき合う、これで1号艇先台打ちましたが、まくり差しの6号艇が入るかどうか。1号艇堂々押し切って斉藤が抜けました。先頭は1号艇の斉藤仁、その後は6号艇の長溝、そして2号艇3号艇と非常に接近した格好。スタートは前提正常でした。1周目2マークの旋回、1号艇の斉藤回る、続いて3号艇の栗崎、6番5番と競り合いながらの2マークですが、差し上がってきたのは6号艇の長溝和樹。さあ、それに食い下がるインコースは5号艇の寺本、5番6番と船が並んで2番手争い。さあ、インコース5号艇の寺本か、アウトコース6号艇長溝かの接戦に、3号艇と2号艇がこれに迫りながら今2周1マーク。先行したのは5号艇の寺本重信、3番手交代6号艇の長溝和樹です。1番5番6番の体型、4番手からまた迫ってくる3号艇の国崎ですが、現在3番手は6号艇の長溝から2艇審査、3号艇の国崎開いていく。3号艇差し構えですが、懐から2番も接近した中での3号艇の差し、わずかに届かず6号艇の長溝が依然3番手先行。さあ、しかしもう一度迫っていく3号艇の国崎、定冠は1艇審でレースは最終周回へと移っています。先頭インから押し切った1号艇の斉藤、今年 V6 に向かってトップ構想、追走に5号艇の寺本、そして6号艇長溝は最後のバックストレッチ、2艇審リードで3番手を堅持。4番手が3号艇の国崎、5番手から2号艇のよろず、4号艇の大加瀬となっています。オッズは2連単の1号 10.6倍、3連単1号6は 53.1倍。 NCC 長崎文化放送杯最終直線コースに確定返してまもなくゴールインです。先頭1番斉藤優勝のゴールイン、2着は5番寺本、3着6番長溝、続いて3番国崎ゴールイン、あとは2番よろず、ラスト4番大加瀬の順でゴールしました。第12レースの確定は1着1番、2着5番、3着6番、以上です。